インターネットテレビウィル増刊号の山根で本日は、経済評論家の朝日豊さんをお招きしております。よろしくお願いします。一、はい、週間前に、習近平 vs 李克強の,の対決が激化しているのではないかという話をう、ね、していただいたんですけども、新しい動きがあったようなので、<laughs> え今日はそのお伺いしたいんですよ。はい、この 10万人のテレビ電話会議っていうのが中国で開かれた、はい、そうです,そうですということでまあ10万人多いなって <laughs> そうですよね <laughs> 会議になるのかと思うんですが <laughs> まあもちろんね会議って言いながら <laughs> 結局もう一方的にねしゃべってもう、えー、その下々のものは聞けみたいな、えーまあ、そういう感じだったりはするんですけれども、えー、まあ今下々のものって言いましたけどこの10万人って下々ではなくって。えー えー、地方の,その共産党のまあ幹部であるとか、うん、あるいは、まあ、まあ共産党の幹部と言ってもいいんですかね、うん、あの行政部門の幹部であるとか、うん、例えばですね市とか県とかっていうまあ行政区画がありますけどもそこの中の経済部門の責任者であるとか、うん、あるいはあその銀行のそういう運営の責任者であるとか、うん、まあそういうような人たちが、うん、まあとにかく中国中全部ドワーッと集めてね 李克強が会議をやるから聞きなさいっていうやつに。うん みんなこぞってワっと参加したというまあそんな話だったりするわけなんですね。事実上李克強がまあ主催したと言っても、はい、まあ陰でじゃ、ね、ないですね。はい、でこれ習近平は参加してないんですよ、ね。習近平は参加してないです。うん、はい。まあ確かにまあそうか。まあ <laughs> 自分休談されますからね。<laughs> 参加したところで <laughs> まあ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 ね。あのもちろん習近平のゼロコロナ政策について、はい、この会議でゼロコロナ政策なんかやってるから今中国の経済がおかしいんだとかっていう話はしては。 いいなまあその経済を安定化させないと駄目だよねとこのまんま経済落ち込んでいったら駄目だよねとみんな頑張ってなんとかやろうねっていう、まあ、そういう会議ということになっていて、まあ、コロナのことには何も触れていないんだけれども、まあ、でも事実上それはまあゼロコロナとかやってっからも経済ぶっ壊れるよね、うん、こんなんで本当に大丈夫っていうのが。うん 裏の意味だというのは、まあ、これは中国人誰でも、ねうんえー、語られなくてもわかるという、まあ、そういういい話だと思いますがでこの10万人会議で具体的にどういう内容の話があると、ねうん、今の地方経済を、はい、いかに深刻な状況に追い込まれているかっていうのが、うんまあ、語られたんでしょうか。<laughs> ぶっちゃけ言うと本当にそれを語っちゃったんですよこれがね恐ろしいことで,、はい、で今年の4月末で昨年同期つまり去年の4月と比べて企業数が13%減少したと、はい、でその13%それだけ減ったということは失業率がまあ20%ぐらい増えてるというねそういう話になるんじゃないかと いうことを言ってるわけですよ、まあ、13%の企業がなくなればその13%の企業の従業員がみんな、うん、あ首を切られるっていうのは当然だけれども、うん、それ以外に営業は続けてても、まあ、首切りをするう、ね、それでこう人減らしをする会社もあるから、まあ、結局ですね、まあ、2割ぐらい減ったんじゃないのみたいなそんな感じのことも、うんえー、言われてたりするわけなんですよね。うんでえー、去年の,その同時期と比べて えこれだけ減りましたとは言いながらじゃあ去年の会社数が何社で今年の会社数が何社だっていうのはそれはちゃんとは言わなかったんですが昨年の末ですねですから去年の,その4月とか5月ではなくて昨年の末は1.5億社あったんだという話は出しててまあ今どれだけかっていうのは言わなかったですがまあ ぶっちゃ言うと本当はここから2割減ったっていうことが言いたいんじゃないのみたいなねそんなニュアンスがあったりするような記事ですね昨年末の段階で1.5億社、国まあ分母が大きいですから1.5億社っていうのは相当なスケールだなと思いますがそこで例えば従業員、つまり労働人口はさらに多いわけですね、さらにそこで失業者失業率が20%てなったらそれも莫大な数字になりますよね。 えー、これはその中国の公式統計でいくとですが、はい、中国の都市の就業人口っていうのは4.4億人だという話になってるんですけれども、はい、このうち2割があその失業したよって話になったら。はい 8,800万人、うん、それが失業になったという,、まあ、そう,いうことになりますよね日本の有権者ぐらい <laughs> 成人ぐらいもう日本の有権者ぐらいに全部 <laughs> 失業してるという、えー、しかももともと失業してた人もいるはずだからね、えー、そこにそれだけ加わったという話になるとすさまじいことになるんじゃないかってことがあって、えー、で、まあ、そのぐらい厳しい状況だから、まあ、前回も話をしましたけれども。 中国の,その大学の新卒者の就職状況が、はい、まあめちゃめちゃ厳しいと、ええ、で今年は1,076万人の卒業っていう話なんですけれども、えー、まあそのうちね、まあ どどのぐらいか分かりませんけどね、まあ、その大学院に進学しますなの,その、ね、海外に留学しますなのっていう人もいたりするんで、まあ、あのどのぐらいになるか分かりませんが例えば6割がもう新しく失業者として加わるっていうことになるとさっきの8,800万人に加えてさらに700万人近く、まあ、あの600何十万人が増えるんですけどそうすると合わせるとですね9,500万人ぐらいに。 えー、失業者がですねここで増えてくるというような話に、えー、なってくるわけなんですよね。えー、でそうなるとなんですけれどもその中国の,その都市部全体ですねまあその9億人ぐらいいて、まあ、そのうち労働者人口となるのが63%みたいな、まあ、話でですね、まあ、うんたらかんたらちょっと面倒くさいんで計算するとなんですけれども。 えー、失業率がざっとですね17%から18%ぐらい増えたんじゃないのと、うん、という計算になってくるんですよね、えー、でそうすると元の失業率がどのぐらいかは分かりませんけれども、まあ、私のすごくざっくりとした感じで言うともともと15%ぐらい失業率あったんじゃないのってとこから見ると、えー まあ30%を超えているのは間違いないんじゃないかぐらいのひどい状態に今なっている1週間前に浅田さん登場いただいた時に若者の、うんえー、失業率が、はい、まあ20%弱ぐらいなんじゃないかという話だったんですがそれでもだいぶこう甘く、うんうんうん 本当はもっと 30%40%、うん、30なってる可能性もあるってことでですすねねそう全体の失業率で、うん、もうそのさっき言ったように3割おそらく超えてるぐらいじゃないのぐらいのところまで今中国経済傷んでるはずなんで、うんえー、若年層の失業率に至ったら、うん、ひょっとしたら半分超えてるかもしれないぐらいの。うんうん すさ、まあ、まじい状態に今なっているというふうに見るべきではないいかと思いますけどねまあ不景気になると既存の社員をリストラするよりも、うん、まあ新しくまあ新卒だったり、うん、学生の採用を控えようという方向であるような先行指数として今後もこう若者からどんどん犠牲になっていって、うん、うでで全員こう全滅したら次の上の世代もまた切られてとていうような動きになるんでしょうかね。そうですねだから今あれです、ね、あの文化大革命の時に、はい 下方政策とかかあったじゃないです都市部の,、ねそのね、学生とかやってその、ね、頭でっかちになったやつはけしからんと、ねえー、その田舎に行って、うんうん、農作業をやれみたいな、まあ、そういうことでもってどんどんその地方に、ね、その若者が送り込まれたっていう話がありましたけれども。 今回また過方政策やるんじゃねえかみたいな、うん、そんな話まで実際出てますよね。でこの10万人テレビ電話会議で、うん、まあこう今悲惨な状況に中国経済になってますよとかこの画期的なこの解決策みたいなものは語られたんでしょうか、うんうん、いやこれがね実は、はい、ろくなものが出てないんですよ。えーで でその少なくとも今地方が大変だっていうことで、はい、もう中央に何とかしてくれと、うん、でもうお金がなくて本当に耐えられないからもう中央からお金貸してくれとかっていうそういう声は、うんまあ、要は中央政府の方にもいっぱい届いていると。ええね、だけれども中央政府の予算というのはそもそもあのその防衛予算であるとかね、えええー、それからまあその教育関係の予算であるとか。 まあそういうようなものに使っているのが基本なのであってねまあその機動的な形で使えるような経費っていうのはもう大規模災害に備えたようなそのようなものしか残っていないといくら地方が苦しいと言っても君たちに渡すお金はないとだから君たちが自分たちの力でなんとかここは耐え忍んで頑張ってもらうしかないんだっていう。 なん,じゃらなんじゃらほいというそういう感じの話をですね実はやっていたんですよねだからこれってまあ李克強体制になってもそれが変わらないっていうことを、まあ、メッセージとして伝えたいっていうよりはおそらくは習近平体制のもとでではどうせ何もできないんだよと、うん、この状態だともう変わらないんだから君たちが何とかいろいろ 工夫しないといけないっていうか考えないといけないっていうのが要は習近平体制ぶっ潰さないとダメだよみたいなそんなニュアンスにもちょっと聞こえちゃったりするのかなみたいなまあそんな感じでもありますよねどうですかねその習近平としてはでもこんな会議開かれてこんなことを言われてしまって反論はしてないんでしょうか今のところ いやあのね反論もね一応は出てるんですよ現在の経済情勢を全面的に弁償法的に見るとかっていうですねもういかにもなんか共産党が好きそうなそういう論文が <laughs> あの発表されたんですけれどもそこによるとですね中国経済はさまざまな圧力にね今直面しても非常に強い粘り強さを発揮してるんだと。ね、でその 粘り強さの中で外国からの資本流入が実は増えているとで、生産と販売も伸びているんだと。で、4月に、えー、確かに経済的な落ち込みはあったけれども、それはコロナによる一時的なものなんであって、それを克服できる。そういう強靭さというものを中国経済は示しているね。まあ、そんな感じのことを。まあ。 っていたんですけれどもねじゃあ外資どうなのって言ったら今統計見れば間違いなく外資はバンバン撤退していたりもしますから「何言ってんの?」みたいなで「生産も販売も伸びとらんでしょ」と、えー「どんどん落ち込んでるじゃないですか」というのが実際なんですけどまあそういう苦し紛れのことを今言っていたりするっていうことがありますね。 まあ弁証法的に見るっていうのの時点で、<laughs> はい、まあヘーゲルというかマルクスというか、はいはい、まあおそらく抽象的なんだろうな。はいはいう本当に抽象的な根性論というか、まあデータはないですよね。うん、そうなんですよ。だからまあデータも間違えた形の中で、はい、まあ弁証法っていうのは対立したものの見方の中から。こう作り出すってことなんですが、うんうん、だからまあ。ええー、まあ簡単に言えば、一方において、うん、まあそうやってこう苦境みたいなものが、ね。 あるっていうそっちばっかりみんな見ちゃうけれども、はい、それとは逆向きの動きも実はあってねみたいなものを持ち出してきてでこの戦いによって新しい動きができるんですみたいなこれがあの弁証法的なものの見方ってやつなんですけど、はい、まあ言葉遊びですね単純に。はい <laughs> <laughs> ちょっと話変わりますけど、はい、浅川さんも、はい、まあ共産と新派だった時があった時はやっぱりその、はい、そういう弁勝法は対応してたんですか。あ、あの私ね今でも弁勝法的なものの見方は対応してますよ。これすごく便利だと思ってるし、うん、非常に役に立つ見方だと思います。ね、本当に。 あの冷静に物事を見るっていう視点で弁償法を使うと非常に役に立つものすごく有益なあの知的道具だと私は思ってるんですけれども、ええまあ、共産党が使うとそれを、うん、まあそのいろいろごまかしを使うための方便にしか、はいうん、なってないというのが、まあ、ちょっと残念なとこですよね。<laughs> でこのテレビ電話会議で これ李克強がまあ実情主催で、はい、国防大臣。も参加していたそうなんです、はい、そうなんですよ。これが驚きですよね。でね経済の会議に、はい、軍事の。し大臣がそ。そうです。これが示すことが面白いですよね。ね、要はでも最終的に、何によって決まるか、はい、中国で何によって決まるのかって言ったときには。人民解放軍がどっちにつくか。 定的にに重要ってことになるわけですよで、えー、人民解放その習近平の下に、えーまあ、その支えるのがあと2人いて実はその国防大臣はその下なのでナンバー4なんですよね、うん、ナンバー1ナンバー2ナンバー3は違うってことになるんですがでもそのナンバー4にしてもなんですがナンバー1ナンバー2ナンバー3の意向に逆らってここに顔を出してるっていうのが。うん これがもう,、ね、もういや人民解放軍の中においても、えー、反習近平派、えー、李克強派っていうのが台頭してきてますよっていう、うん、まあサインになるんじゃないかなみたいなところがあったりします。であとね面白い動きっていうのはその李克強対習近平でいうとあるのはですね、えー、習近平来賛の新華社のネット番組の、うん「 えー、即席みたいな名前の、えー、番組が全50回で用意されて放映開始になったんですが、なんと2回放送されたところで連載が打ち切りになったみたいな話があるんですよね。えー、はい。その理由はいや特に理由は示していないわけなんですけれども <laughs> ねいやっぱ やっぱり、ね、そりは習近平の,その中国国内においての権威失墜っていうのが動いているからじゃないかということがあったりあとですね5月27日の人民日報に東商兵の来産記事が出たんですよつまり改革開放路線もう習近平と真逆の、えー、政策を打ち出していた小平の来産記事があーボンとこう出たってことも別に。 習近平批判っていう言葉は全然出てないんだけれどもこんなの明らかに習近平に対する当てつけだよねっていうのがありますし、うん、それから今大学でも有力大学ですね北京大学みたいな有力,有力大学で相次いでですねゼ,ゼ,あのゼロコロナ政策の反対の抗議活動というのがこれが盛り上がっていて。うん でこ結構これがですねその政権に対してもダメージ与えてるんじゃないかっいうことが言われてたりするんですけれどもなんかねそういう動きが一気にババババッと出てきたんでいや私としてはねいやここでもなんとか頑張って習近平に、えー、3期目突入はやっぱりやってもらいたいわけですけども、うん、ちょっと。 そうですねキー信号になってきたのかなというそんな感じがしますよね習近平頑張って踏みとどまって欲しいところです秋までなんとかね本当に本当本当にあと五年やれば間違いなく息の目が止まると思うんで本当に五年頑張ってもらいたいもう相変わらず習近平を最後応援しておきたいと思いますち離国教師ちょっと調子に乗りすぎですねそうですね調子に乗るんじゃねえぞ ということで、ほどほどに <laughs> はい、突き上げはほどほどにしていただければと思います。といますありがとうございます。はい、ありがとうございます。はいはい